里崎チャンネルこんばんは、えー、速報という形で、えー、先ほどニュースでですね、プロ野球、えー 新型コロナウイルス感染者が初めて出たという、えー、ニュースがもうネット上にも、ね、出ていますけども、えー、ソフトバンクホークスの、えー、長谷川選手が新型コロナウイルス、えー、PCR 検査で陽性反応が出たというところでですね、まあ、まずはですね長谷川選手、まあ、微熱があるというところで、えー、PCR 検査をしたところ、まあ、陽性反応が出たというところでね、えー、今自宅待機、えー、している、えー、ということですけども、まあ、まず第一は、まあ、長谷川選手がねこのコロナ から早く復帰してね元気な姿でまたユニホームを着てプレーする姿をね、まあ、早く見せてくれることを切に願いますけども関係者の皆さんもねファンの皆さんもここはですね、まあ、慌てないで事を大きくしないでね進めていこうというところでねあえてこの動画をね撮らせていただきましたまあ、今回ね明日2日の試合ソフトバンク西武戦はまあ中止というところで、まあ、長谷川選手はね2軍の施設を使っていたようですけどもまあ、そこに1軍の残留選手などが練習を共にしたというところでまあ あの濃厚接触者はね一軍の関係者にはいないというところですけど、万、ま、が、あ、一を取って、明日の試合は中止というところで、2、まあ、あ軍の施設はね完全封鎖して、えー、全施設消毒をするという形でね、ね、まあ、念,念を入れたホークスの球団、えー、一丸となって、ね、対応しているというニュースも出てきましたけども。まあ、今はねもう 全国的に新型コロナの感染者も、えー、症状ある人も、えー、無症状の人も、えー、増えてきた中でですね以前の動画でも言いましたけども予防をねしっかりした上で感染するのはもう致いいし方ないと長谷、えー、川,川選手をね責めるべき問題でもないですし、えー、まずはね一日も早い元気な姿を見せてくれることを願うだけですけども、えー、ここからまずでも一番考えなきゃいけないのは感染者が出たということよりもこの感染を拡大させないようにするということが、ね、このプロ野球12球 そして僕ら解説者にとっても一番大事なことなんじゃないのかなというところでねまあ今プロ野球はね月に1回という PCR 検査をね、えー、実施してますけどもやはり感染者が拡大してきた中で考えるとねこういうのもやっぱ変更していくっていうこともね勇気ある決断だと思いますし僕はもう、えー、2週間に1回とかできたら1週間に1回とか、まあ、あのホームチームのね、えー、ホームグラウンドにいる時しかなかなかできないと思いますから、まあ、そこは臨機応変に、えー、何ヶ月に1回っていう決めるわけじゃなくてね2週間に1回は確実に、えー、できるな,ならばまあ 一、えー、週間に一回とか、えー、っていうところを臨機応変にやっていってですね、やっぱ感染拡大しないように、えー 感染者が出たとしても、このプロ野球120試合、そして日本シリーズ含めて11月末までこのシーズンを完走するっていうことが、以前の動画でも言いましたけども、年末に向けてのエンターテインメントだったりとか、他のライブとか、他のイベントなんかにもすごく影響を与えることだと思うので、やっぱりプロ野球、そして J リーグはね、この日本のイベントの指針になるような政策を取るっていうところがね、大事だと思い、今日あえてこの速報という形で言ってますけどもだからファンの皆さんも。 含めてね、慌てないっていうことが大事ですしもう一度ねファンの皆さんも、まあ、今、えー、一つの球場5,000人っていうところでね、えー、観客の皆さんも、えー、応援に球場に駆けつけていますけどもどういう具合のね席の感覚わ分かりませんけどもまあ一部の球場一部のファンの皆さんはね、まあ、僕がまあ主観で見たところね、えー、ミスなんじゃないのかなとかちょっと近づきすぎてんじゃないのかなっていうね、えー、ことも伺いえますし、まあ、家族はねあまあ別ですけどもそういったところもねもう一度皆さん自分自身のことにね考えて、えー、プロ野球を成功 抵抗させるってていうことを考えてね応援するのもえ球場で観戦するのも自分自身でねしっかり対策をとって、えー、感染してもらいたいなと思いますそしてまあ以前もねプロ野球は、まあ、サッカーだと違い、えー、接触プレーじゃないから、えー、そんな頻繁に PCR 検査はする必要ないっていう声もありましたけどもプレー中にね、えー、感染する感染拡大するっていうことがなくてもですね一生活の中でですね感染してしまうっていうことが今の日常、えー、大きく あ、えー、あることでもありますし他球団の、ね、選手に感染者を移すっていうことがなくても自チームの選手たちでね、えー、それがクラスターになって球場がねロッカーが。 クラスター発生してチーム全体に蔓延するっていうところも、えー、避けなきゃいけないことですし、えー、そういったところを考えるとこういったことをね、えー、組織としてはいい教訓にしてですね1ヶ月に1回ではなくてですねもう少し早い間隔で PCR 検査を、えー、していただきたいなと思いますし、えー、他の球団、えー、そしてファン、えー、関係者の皆さんもですね、まあ、もう一回ね一団結して、えー、ことを荒げないように慌てないように。 ゆっくり、ね、確実に進んでみんなの力でシーズン120試合完走させるように、えー、頑張っていきましょうまずは、えー、ソフトバンクの長谷川選手早い復帰、えー、そしてでも無理せず慌てず、えー、しっかり自分の体をね元通り戻して、えー、素晴らしいプレーをできることを期待していますし他の球団の皆さんもぜひ僕自身もそうですけども、えー、感染に気をつけながらそして、まあ、万が一感染した場合でも、えー、感染拡大しないように日頃の体調をチェックしながらですね 前に進んででいいいきたととと思いますということで、えー、今回、えー、プロ野球新型コロナウイルスね初の感染者が出たということであえてね動画作成してみました、えー、皆さんも本当に、えー、体に気をつけてそしてプロ野球を楽しんで、えー、シーズンを全うできるように頑張っていきましょう